伊原ラ中6月6日から2014年9月14日は日本のテレビプロデューサー。日本テレビのプロデューサーとして知られ、同局で制作局次長、第一制作局長を歴任後、茨バ中事務所を設立し取締役を務めた。ザピーナッツやトンネルズのユニット名の考案者としても知られる。東京吹田豊島郡滝野川町王子にて、 本村町三井家の分家に生まれ、世田谷区の千坪の邸宅に育つ。父は本村町歌書大当主の次男で分家した際に茨聖を名乗る。戦前戦後を通じてアメリカ映画に熱中し、フレッド・アステアのタップ映画やローレル・アンド・ハーディの喜劇映画などから影響を受けた。旧制学習院中等科在学中に成績不良で落第し、5年生を2度経験。 旧生学習院高等画在学中、学生改革に遭遇。1949年、新生学習院大学の入試に失敗して1年間浪人生活を送っていたとき、鳥尾隆志公や黒田美晴と共にウェスタンバンド、チャックアゴンボーイズを結成し、ベース奏者として活躍。その浪人後、慶応義塾大学文学部に補欠入学。 学業の傍らベース奏者として、中流軍キャンプなどを回る。チャックワゴンボーイズは後に、ワゴンマスターズに発展的解消をし、ここで後に、ホリプロを創業する、ホリタケオや、小坂和也らと出会う。朝日新聞社社主の村山隆平を筆頭とする、村山家の親類という縁により、1953年6月、開局準備中の日本テレビ音楽部でアルバイトをする。 1954年、大学卒業後、新卒第一期社員として日本テレビに入社。同期に金原二郎がいる。1956年には、ワゴンマスターズの後輩だった堀の紹介で、秋元金氏を日本テレビに入社させ、a d として使う。1958年、草笛、三子をメインに据えた講師の窓でディレクターとしてデビュー。 放送作家として a 六スケを起用。1959年2月、まだ日本人の海外渡航が困難だった時期に NBC のスペシャル番組ジャパンスペクタクルのスタッフとして渡米。ロサンゼルスとニューヨークを回り NBC のペリーコモショーや CBS のエドサリバンショーといった著名な番組の制作現場を見学。アメリカのテレビ局から バラエティ番組制作のノウハウを持ち帰り、これを日本のテレビ番組で実践。日本におけるバラエティ番組の草分けとなった。帰国後、渡辺プロダクション創業者の渡辺進むから、当時18歳だった伊藤秀大、月誌姉妹を紹介され、エミユミの芸名とザ・ピーナッツのグループ名をつける。1960年10月30日放送の講師の窓では、 カラー VTR を国内放送局として初めて使用したイグアノドンの卵を制作。テレビの可能性と危険性に対する警鐘を鳴らすと、共にその色彩効果に対する芸術性の高さが認められ、第15回文部省芸術祭奨励賞を受賞する。しかし、作家だった映画60年安保前後から半、政府デモに熱中して台本の締め切りを守らなかったため、 伊原は久さを番組から外し、日本テレビ全体からも出入り禁止処分とする。これによって一社提供していた資生堂の心象が悪くなり、同年12月、講師の窓は打ち切られた。A の公認として、スタジオナンバーワンやシャボン玉ホリデーなどを担当した作家人からは小林信彦や井上久さらを排出した。 1961年6月から開始したシャボン玉ではザ・ピーナッツがメイン司会に起用されるがザ・ピーナッツはもちろんクレイジーキャッツなど出演者の大半がナベプロ所属ということもありナベプロ帝国とまで言われた渡辺の経営方針をすでに嫌い始めていた井原は関与せず秋元がプロデュースを担当した元々もともと日本テレビ制作局音楽班にはナベプロに近い 人物が多く、ナベプロ以外の事務所に所属するタレントの番組をもっぱら担当したい原は、シャボン玉が高視聴率を取り続けた1960年代を通じて社内で孤立していた。その過程で、劇団新派出身の水谷義恵の冠番組、あなたと義マナ瀬プロダクションに所属していた坂本九の冠番組、九ちゃん、一二の九。 などを手掛ける。1963年夜をあなたにでラジオテレビ記者会賞受賞。1965年に午後11時を企画し、不毛の時間帯であった深夜帯を開拓した。しかし、初期の午後11時は報道局所管となり、時事解説を中心とする内容だったため全く視聴率を取れなかった。このため、構成作家として入った。 大橋巨泉が、なんなら俺が変えてやると自ら出演を希望し、伊原はこれを受け入れ報道局を説得し、全面リニューアルさせた。結果番組は大ブレイクし、伊原退職後の1990年まで25年に、渡り、日本のテレビ界を代表するシーンや番組として、君臨するに至った。1969年には、小泉と、 前田武彦による小泉全部ゲバゲバ90分をプロデュースした。1971年10月改編でスタートしたスター単調。では、悪友から出された企画書に対し、井原は、ホリプロダクションの経営を軌道に乗せていたホリラを誘い具体化させ、プロデューサーに後輩の池田文雄を据えて実行に移す。ところが、鍋プロは、 1973年4月改編で紅白歌のベスト10と同じ時間帯に自社主導のスターオンステージあなたなら OK をぶつける。渡辺はあなたなら OK を成功させるため紅白歌のベスト10の放送時間変更か打ち切りを要求し、伊原は当然認めず両者の関係は決裂。ナプロはべての自社所属タレントを紅白歌のベストテン スター誕生など茨が関与した日本テレビ制作番組に出演させないという強行手段に出る。結局、あなたなら OK はレギュラー番組としては半年で打ち切りとなった。この影響で金曜22時台の放送が予定されていた日本テレビと鍋プロ共同制作のバラエティ番組が白紙撤回となり枠を埋めるべくホリプロや 田辺エージェンシー所属のタレントを投入してスタートさせたのが金曜10時、噂のチャンネルである。伊原は同番組では制作とクレジットされた。しかし、1979年に打ち切られた際、堀が和田明子の交番を相当強引に申し入れたため、和田は日本テレビから一時で入り禁止になるというトラブルもあった。 1973年3月、制作局次長に昇進。1974年に入ると、スチャラカ社員や、テナモンやサンドカサなどを手掛けた、朝日放送プロデューサーの沢田隆二が社内で、干されているという話を聞き、東京に誘う。沢田は、番組制作会社、東坂企画を設立して社長に就くが、伊原も発起人として優先的に仕事を、発注するなど、 沢田と東坂企画を支援した。1978年6月、第一制作局長に昇進。午後11時で苦楽を共にした、都築忠彦が、アメリカ合衆国で行われているレーバーデテレソンを参考として挙げてきた24時間テレビを実行に移し、成功を収めたことから、2020年現在でも年1回の特別番組として引き続き放送されている。 伊原は50歳になったら会社を辞めると公言していたこともあり、1980年6月6日、自身の51歳の誕生日に短席の手術を理由にして日本テレビを退職する。同年7月1日、赤坂プリンスホテルにて茨バ公中フェアウェルパーティーを開催。以後はハワイ州ホノルルの自宅マンションと東京を往復し、 レビューの演出などフリーの立場で活動。1985年、アメリカ合衆国の永住権を得て、ホノルルに定住。地元ラジオ局候補で番組制作の顧問としても活躍した。1990年、アメリカの市民権を取得し、米国籍となる。1992年、日テレの系列局である、静岡第一テレビのハワイ現地法人、SDT の社長に就任。 20代でパイプカットの手術を受けており、自身には子供がいなかったため、ハワイに移住後、孤児員の18歳のフィリピン人少女を養子縁組して育てていたが、2006年に養女が結婚してアメリカ本土に移ったため、自らもジョージア州アトランタ郊外に移住した。2014年9月14日、心臓の病気によりアトランタの病院で死去。85歳没。 イバラの手がけた番組は段階の世代から絶大な支持を受けていたが晩年のイ原ラは著書の中で段階の世代についてバカな教育を受けた最初の世代と厳しく批判している著書に自伝元祖テレビや大噴戦、があるイバラと交流があった作家小林信彦の小説およよ大統領シリーズではイバラと細野国彦とをモデルとした ジャパンテレビのラツワンプロデューサー、細井忠邦が登場している。ただし、井原は彼の名前でのモデルではあるが、キャラクターに、井原の要素はほぼなく、細野側の人物像が使われている。ありがとうございます。